Hey, ya, apa kabar kalian semuanya? Saya kembali lagi di channel Bongol Pika. Oke, ya. Di video kali ini gue bakal ngelanjutin Towa Rumajutsu no Index Season 1 episode 23. So, terakhir kemarin episode 22 si Hyoka ternyata bukan manusia, tetapi makhluk mungkin ya, makhluk yang tercipta dari apa kemarin, medan AIM atau sihir AIM, energi AIM, pokoknya intinya terbuat dari AIM itulah. Dan sepertinya Hyoka juga gak sadar kalau dirinya bukan manusia biasa, bukan manusia normal. Dia sendiri gak sadar, dan ya kemarin jir kepalanya kena serangan, tapi bisa regenerasi sendiri, dan ya benar-benar shock banget kemarin ngeliatnya. So ya langsung aja kita lihat seperti apakah kelanjutan dari Towa Rumajutsu no Index Season 1. Apakah bakal Toma bakal, oh kemarin terakhir Toma keren coy nahan serangan dari si Shelley. Kelihatan keren banget, dan ya langsung aja kita lihat episode 23. Let's go. Mittomoneena. Konna tsumannai koto de ichiichi naiten ja ne yo. Anjir, Toma. この世界も捨てたものじゃないわね。そういうバカが一人くらいはいるんだから。あれぞ。おい、パスカン。俺はあいつらに一言言っただけだ。友達を助けてほしいって。登録すらめかんたまんく。お前の住んでるこの世界にはまだまだ救いがあるってこと。そして教えてやる。お前の幻想はこれくらいじゃ簡単に壊れはしないってこと。オッケー。一人の子だけ撃て。ミンカイラファイガブリブリエン視界を示す視点の象徴、正しき力を正しい方向へ、正しく配置し正しく導け。Anjir, anjir. Shounen, hontou ni yaru ki nan? Ojiketsuita tte itte mo daremo tamame nai jya. Anta no mita wa ore no iite no noruku. Kakkowatta nda ru tangan kara. Nan ne tte no tadashii kedo. Matte! Matte kudasai. Mo shiyamatte. Yappa Tsukuyomi sensei wa seito ni menumarete nja. Preparation! Tomeru na yo Kazuki.俺の右手は異能の力なら全額を飛ばす。あらゆる力を打ち消しちまう。きっとお前のことも例外じゃない。俺は必ず帰ってくる。いいか、必ずだ。だって。おい、またインデックス連れて、三人でどっかに遊びに行こうぜ。So, incerannya adalah pengguna sihirnya. Kore ja omae mo nigirare nai janai? Kugeru hitsuyou nanka nei yo. Temei wa tamatte! Atau wa koitsu wa. Anjir, cepet banget nih orang coy. Yosuriya kouyu koto mo dekirun da yo. What? Kabur. Do you know that? Target が目の前にいるのに簡単に逃げるなんて。思い出せ。
何か見落としていることは。戦争を起こすんだよ。その火種が欲しいの。だから多くの人間に私がイギリス正教の手駒だって知ってもらわないとね。まあ、ぶち殺すのはあのガキでなくてもいいし、てめえを殺したって問題ねえってわけだ。インデックスか。ああ。っていうか、あんたのその服は何なのよ。このクソ暑い中、そんな。別に気にしたことは、今ではスースーと風通しもいいし。なんでこんなパンクな格好になっちゃってるのよ。なんかあの魔術師は評価のことを狙っていたみたいだし、術式もロンドン仕込みみたいな匂いがしてたし、本当に何もなければいいけど。とかってのは一緒にいた女の子のこと？うん。あ、今回はトーマが引っ張ってきたんじゃないんだよ。私が先に会ったんだから。今回暗闇の中でトーマと女の子を二人きりにさせてるのも心配だ。どうでもいいけど、あいつの身の安全は心配してないわけ？トーマ？心配ないよ。トーマは何があっても絶対に帰ってきてくれるんだから。うん。あ、コーラスフィンクス！いいわよ。ここには私が残るから、あんたはさっさと猫捕まえて戻ってきなさい。私は猫に嫌われやすい体質だから、追っても無駄だしね。ごめんね。そうしてもらえるとありがたいか。なんで地下街の封鎖が解かれないんですか？地下街の管理とうちらとは管轄が異なるじゃん。封鎖を解くにはもう少し時間がかかるじゃんよ。くそ！さっきは、ありがとうございました。ああ、それよりお前、体は大丈夫なのか？はい。あのすすけたゴスロリ女は逃げたんじゃない。次のターゲットを追い始めただけだ。そう、ターゲットには、あいつの目的は親家族に殺すことじゃなくて、特定の条件さえ揃えば誰でもよかったんだ。選択肢か。そう、そのうちの一人が、インデックス。インデックスはこの町の住人じゃない。アンチスキルに見つかれば、逮捕されるかもしれないんだ。部活に保護を頼むわけにもいかない。やっぱな、行くならここしかねえか。どうやって降りるか。ひよか？tunjukkan kekuatanmu, ひよか。Let's go, ひよか。tunjukkan kekuatanmu。本当に、あなた一人で行くんですか？インデックスが。化け物の相手は、化け物がすればいいです。bertarung sesama monster。私は、あの石像の化け物に勝てるとは思えないけど。少なくともおとりぐらいにはなれます。私は化け物だから、それくらいしかできないけど。セーブ。まだそんなこと言ってんのか。お前は化け物なんかじゃねえ。大体俺がそんなことされて、嬉しいとでも思ってんのか。化け物でいい。化け物だから、あの石像に何度殴られても死にませんでした。化け物だからこそ、私はあの石像に立ち向かえる。カサキ！ What？ カサキリー！ほら、大丈夫。Gue penasaran, seperti apakah kekuatan si Kazaki Ryoka? Apakah mungkin cuma regenerasi atau ada yang lain?カサッキリ、妖怪の空気の流れもない。能力者たちが放つ AIM 拡散力場で作られた。カゲロウの町、学園都市と同じ位置に存在する。見えない場所。私が見ることで誰かに役割を与えてしまう。私が思うことで誰かの人生を狂わせてしまう。私の役割は全枚、外には出られない。外のものや人が見えても、私には触ることも話すこともできなかった。
あの時初めて。そう。外の世界に出られた。まあ、オッケー。初めておしゃべりをした。初めて体操服を着た。初めて男の人に裸を見られた。初めてゲームセンターに入った。また裸を見られた。今日、初めて友達ができた。私がこんな化け物だって分かったら、あの子もう友達でいてくれないかもしれない。それでも、私は、こら、スフィンクス！あんまり聞き分けないと本当にお仕置きしちゃうかも。ほら、待ち合わせ場所に戻るよ。お返事は？What? 基本理論はカバラ。主要用途は防衛、敵性の排除。中枢年代は16世紀。応用性は式の構成から、自動制御ではなく遠隔操作。The manipulation is so. TTTR。ウホホ。Okay, in the X. CFA。TTTR。今魔術は使えない。でも魔術を混乱させることならできる。そう、マニプラシーシヒル。この成分に追い込みをかける。この強制矢衣装なら。シアン、ビビエ、ピビエム、ピルム、アイピオピル。オッケー。わっ。修復術式を逆転。その周期はおよそ3秒ごと。逆手に取るなら。そこ。わっ。Lagunya enak coy. Who is that? Siapa coy? Fuck. Okay. So episode 23. So. Oke, ternyata si Serlik Seili ternyata incarannya bukan cuma si Hyoka, tapi juga Index juga. Dan tadi kelihatan apa gimana ya? Background story-nya si Hyoka ternyata kayak Hyoka mungkin dunia Hyoka sama dunia asli mungkin kayak beda mungkin ya. Karena si Hyoka gak bisa berkomunikasi sama orang lain dan baru pertama kali ketemu sama si Index bisa berkomunikasi. Dan ya tadi juga ngelihat si Index, cara bertarungnya si Index ternyata menurut gue unik juga sih ya, karena tadi juga gimana ya, gak bisa si Index gak bisa ngeluarin sihir, cuman dia memanipulasi atau mengubah, mengganggu sihir dari lawannya. Menurut gue unik sih cara bertarungnya si Index. So next episode terakhir 24 pastinya mungkin entah si Hyoka bakal
lawan si Shirley atau mungkin malah si Thomas bakal lawan si Lee atau malah Misaga juga mungkin lawan si Lee episode 24 terakhir. Dan ya sampai di sini saja video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, jangan lupa request video. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Yeehaw.